さあ見ていきましょう。さあバックステップからのこのサイコボール、おなじみの流れですね。さあ上をかぶせてフェニックスアローからのザービーは速い展開。サイコボール、サイコソード、さあ上もしっかり見ていて、さあこれが速い、どうすればいいんだこれ。さあフェニックスアロー投げが通って、さあ上をなんとか抜けてビリーのターンか。サイコボール、しかし距離を取ってしまうと、サイコボールとサイコソード飛ばせて落とす。さあワン、1ラウンド目勝利したのはキャベツ選手。さあ出てきた時報、これは両坂崎。さあ先ほどと同じペースで、おっとガードされたらサイコソード、これはきつい。しかしここでしっかり押し置き光源、おっとわー抜けてしまう、背がちっちゃい。さあフェニックスアローからのこれはランブ超品でーかい、このダメージなんだこのダメージ。さあ投げが通って、サイコボール、サイコボール、これは見ていた。さあフェニックスアローでフェニッシュを取って、さあキャベツさんのアテナの動きが止まらない。大将出てきたのはクラーク。さあバックステップからのこのサイコボール、おなじみの流れ。おっと今のは大丈夫か、大丈夫なのか、まあいいでしょう。とりあえず試合が続いております。さあテレポート、さあ捕まえ、なんかこうクラーク側でダンプが頑張って近寄ってる気がしますね。さあガーキャンから一気に足払いで暴れている。さあ動きを止めたところにアルゼンチンバックブリカー、サイコソード見えている。サイコボール、サイコボール、これは投げが通った。そしてテレポートからのコマ投げ、サイコボール、おっとここをバック超発動して、これはガード屋根抜けていくが、この体力差。さあアテナの動きが速いですね。これ一体な誰が見えるんだという動きをしています。さあ The King of Fighters 14メンバーセレクト、ここで1本取ったキャベツ選手、それに対して五所選手はこのアテナに対して何か対応キャラがいるかといったところですかね。本気で行かせてもらう。クラーク、バイス、両坂崎、おっとキャベツ選手もキャラ変えてますね、これね。クラーク、バイス、リョウ対バイス、アテナ、これはなんていうキャラかな、ネルソン、ネルソンかな。さあ新キャラのこれはネルソンに対してバイスが出てくる、これはどういった形になるのか。新キャラなので動きが分かりづらいですかね。さあこれ捕まえて今までは投げてたと思うんですけども、その場に引っ張るという技になってますね。さあ中段っぽい技を入れ込んでしまったか。おっとかなりボクサーっぽいトリッキーな動きをしています。さあこれでコンマ投げ中段からの引っ張ってコンマ投げ上で落として、さあこれは追撃可能っぽかった。ガキャンまだ諦めていない。
さあ下段を大きい、先に1本取ったのは五所さんのバイス。さあ時報出てくるのは、さあ先ほど大暴れしたアテナ。さあ一連の流れ、バックステパー最高ボール、この流れをどう止めるか。さあガーキャンで切り返して最高ボール、上が通る。さあ通常投げ、これこのダメージ。さあおっと、さあさフェニックスアローが出なかったら出なかったですごい対応も難しいですね。さあサイコボール、これはもうガードできないところに垂直飛びにサイコソード。さあ時報出てくるのは両坂崎、体力お互いマックス。そう覇王昇降拳見ていたんですが若干間に合わなかったか。さあこのダメージ、このコンボ、サイコソード、サイコボール。さあ亮はどうやって崩していくか。ここは切り返していったんですが、これはガードされていた。そしてお仕置きが痛い。さあアテナが一瞬フリーザ様に見えてしまう、そんな技ですね。さあ下段がお互い刺さって、おっと食らってしまった。ここで地方勝利したのはキャベツさんのアテナ。さあ大将を引きずり出してくる、キャベツさんはリーチ、大将はクラーク。さあサイコボール、さあなんとか近づいて投げ前に行きたいクラーク。さあここで投げが入って上が通ったぞ。さあ画面端だ、どうなる。サイコソード、うわ見えている、吹っ飛ばし、サイコボール、テレポート、上が通って、おっとこれは様子見からの投げ抜け、回復、おっと投げがすかったところに見えている、しっかりお仕置きをかまして。さあここでついに投げを通す。さあ様子見、これが入ってしまう。さあどこまでダメージ伸びるか、これはいってしまいそうだ。おー決まって、キャベツさんの 2-0 で勝利、おめでとうございます。いやアテナの動きが早すぎましたね。はしゃいでしまいました。